こんにちは。誰もいないっすよね。死体があった場所は何か。
今のこと。誰だ。何してるお前。いや、署に連絡、応援呼べ。あ、ちょっと待った。待ってもらえません。手挙げて後ろ向け。誰だお前、ここで何してた。八神孝之。八神探偵事務所。ええ、神室町で。お前、昨日清涼高校にいたな。そっちも俺らを見たはずだ。そうでしたっけ。よろしくな。神奈川県警一課の渡辺だ。こっちの若いのは桜井。どうも。で、何考えてんだよ。勝手に現場入り込みやがって。いや、ここは皆さんもう調べ終わってるんだろうなと思って、つい。何か。お前さ、源田法律事務所の依頼で動いてねえか。ん？城崎先生に頼まれたんだろう。城崎沙織、あのすんげえ不愛想な。なんでそれを。神輿場の死体が出てすぐのことだ。捜査を始めたら、どうも東京で裁判中の痴漢が仏のことを知ってたっつうじゃねえか。おまけに現役の警官らしい。じゃあそいつに話を聞こうってわざわざ出向いたら、そりゃならんと警視庁からストップをかけられた。でやむなく俺らはその痴漢を弁護してた城崎先生に話を聞きに行ったんだよ。源田法律事務所は神室町にある。そしてお前は同じ事件でわざわざ神室町から出張ってきたって探偵だ。つまりお前と城崎先生はつながっているだよな。さすが刑事さん。じゃあ俺の素性も知れたし、もう手錠はいらなくないっすか。そりゃこっちで判断する。そんなことよりお前よ、さっきの俺の話どう思う。何がです。なんで俺らが江原と話すのにストップかけられんだって話だ。江原は2ヶ月腐ってた仏を前から知ってたって重要参考人じゃねえか。そこに触れてくれるなってのは、いくら警視庁様でもわがままが過ぎる。警視庁としては身内の江原をかばいたいってことですかね。だから県警の皆さんには会わせられなかった。残念だったな。奴らは江原をかばいたいわけじゃねえ。今時組織が部下の不始末かばや、かえって大やけどしちまう。ただ今回その部下は痴漢のみならず、殺しにまで何か絡んでた。そんなのをまるっとよその県警にあげられちゃ、警視庁のメンツは丸つぶれ。幹部の一人や二人切腹もんだ。せめててめんとこでケツ吹かなきゃ格好がつかねえ。なるほど、そういうもんですか。だから警視庁はうちに、江原は東京の刑事に調べさせる、ついては神輿場殺しの情報を全部よこせと、こう言ってきてんだよ。そんなもんこっちだって飲めるわけがねえ。おかげで殺しの件じゃまだ誰も江原を尋問できてない。うちも警視庁もだ。要するに手柄の取り合いってこと。警視庁と神奈川県警で、あんたらの情報を出し渋って足の引っ張り合いだよ。上同士折り合いがつくまで俺らは江原に触れない。ったく、星に向かって突っ走んのがデカの仕事だろうによ。こんなお預け食ってりゃ探偵に八つ当たりもするわな。八つ当たりだったんですね。これから署にご同行願ってかっちり絞ってやる。がお前が使える探偵なら、わざわざ神室町から来てそこら嗅ぎ回ってたんだろ。神輿場殺しで何かネタ掴んでねえのか。それによっちゃ手錠を外してやってもいい。取引ってことですか。お前がいい情報を持ってればな。
これなんてどうですかね。お前これ三越芝ヒロ、場所はここだ。殺される直前か。どこで手に入れた。おい、どういうことなんだ。手錠かけられたままじゃ話しづらいな思ったよりは使えそうだな。分かった、外しちゃってくれ。つまりこういうことか。お前と清涼の先生の待ち合わせにこの写真持って不審な女が割り込んできた。俺はその女ってのを見れなかったんですけどね。沢先生には十分脅しが効いたみたいです。もう何も話してくれません。沢というのは三越芝の教育実習を担当してた女の先生ですね。分かってるよ。その写真を渡してきたって女は三越芝殺しの一味だろうな。連中は複数犯なんだよ。へえ、複数犯。ずいぶん言い切るんですね。何かその根拠でも。桜井、三越芝の死体写真を見せてやれ。何かあったら俺の責任だ。どうせ今のままじゃ拉致が開かねえ。この先江原の情報はこちらの探偵さんに取ってきてもらう。鍋さんがそう言うなら。生前の三越芝が最後に目撃されたのは2ヶ月前、10月7日の朝6時半。市内の自宅を出るとき、母親と言葉を交わしてる。で、その後の目撃情報がないことから、三越芝は自宅からそう遠くない場所で拉致された可能性が高い。その場合、常識的に考えて車が使われただろうな。そうなると、少なくとも運転手と拉致をする者とで2人はいる。俺が犯人なら3人は揃えとく。なるほど。それで複数犯ってことですか。ああ。ところで解剖の結果、三越芝の遺体には胃の内容物が少し残っていた。その消化具合からすると、殺されたのは朝食から少なくとも1時間経った後、つまり午前7時半以降だ。三越芝は拉致された後、おそらくすぐにこの現場へ連れ込まれて殺された。ナイフで喉をかっ切られてな。理解できたか、名探偵。じゃあこの時痴漢の江原は何をしてたか。裁判記録によると、午前7時43分に都内池袋駅の改札から入場している。駅の防犯カメラに江原の姿が映ってた。だとしたら江原に三越芝を殺すのは無理だ。池袋からここまで30キロは離れてる。ああ、アリバイ成立ってわけだな。だが奴は2ヶ月後に三越芝の死体が見つかると知っていた。痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのにだ。つまり殺しの実行犯たちと通じてたのは間違いない。江原を絞り上げればそいつらの情報を聞き出せる。なのになんで俺らはこんな何も残ってねえ現場にいなきゃなんねえんだ、クソ警視庁が。まあまあ落ち着きましょうよ、鍋さん。ああ、だからお前が代わりに江原から情報を引き出すんだ。八神、白崎先生に頼み込め。弁護人の接見なら警視庁も口出せないからな。そういうことならもう少しここや死体の状況を聞きたいんですけど。なんだ。ま、聞くだけ聞いてみな。三越芝の死亡推定時刻、朝食の消化具合から殺されたのは三越芝が失踪した10月7日午前7時半から12時までの間だ。
2ヶ月前の死体からそこまで絞れるもんなんですね。ああ、だがもし犯人たちが三越場に食事を取らせてたって可能性を考慮すると、死亡推定時刻の幅はぐっと広がる。その場合、犯人たちは三越場家の朝食メニューを完全に再現したことになるけどな。できないことじゃないでしょう。朝何を食べたか三越場から聞き出せばいい。ああ、俺らも同意見だ。すると死体の腐敗ぶりも考慮した結果、三越場の死亡推定時刻は10月7日の午前7時半から10月末までの間になる。その幅約3週間。3週間、今度は広すぎですね。もうそうしようにも死体が腐りすぎてた。ただしその幅がどんだけ広かろうが、痴漢で捕まってた江原に三越場は殺せない。拘束されてたんだもんな、2ヶ月間ずっと。痴漢したおかげで強力なアリバイがあるってことか。どのみち三越場を殺した実行犯たちは別にいる。江原を締め上げりゃ奴らの尻尾をつかめるはずなんだがよ。被害者の死因は？ニュースでは確か…ああ、喉を切られてた。犯人は椅子に拘束した三越…ためらいがない感じですね。まあ、そうだな。ここの床、矢印の形に焦げ跡がありますよね。発煙筒が焚かれてたんだ。赤い煙を吹き出すやつでな。で、通報を受けて駆けつけた消防隊が三越場の死体を発見することになった。つまり犯人たちはわざわざ死体が発見されるように呪しをあげたんだよ。江原とは事前にそのタイミングを示し合わせてたんだろうな。それで江原は三越場の死体発見を実際に痴漢の判決を受けた時、やつはそれをやったわけだ。なんでわざわざそんな真似を。さあな、預言者ごっこでもしたかったってか。死体が見つかった時の状態はどんな。腐敗が進んで蛆が湧いてたよ。椅子の背もたれを抱えるように直接の死因は喉を切られた傷だが、その前にかなりの両手の指が全部折られていた。指を全部。ああ、仇の死に様とは思えなかったよ。まるでマフィアかヤクザの拷問。上は念のためそっちの線でも人を抑えて捜査しちゃいる。この建物はずっと無人？誰か偉人町に古くからいる地主だ。この建物は2年前に無人になってからずっと一応ホームレス対策で入り口に南京錠をかけてたらしいが、三越場の死体が出た時にはなくなってた。何？殺しの凶器は見つ…いや、見つかってない。現場にそれらしいものは残ってなかった。見つかれば。さっきナイフって言ってたのは傷口から。俺が当てずっぽうで言ってるわけじゃねえ。解剖した先生がちゃんと断言してる。凶器はナイフに近い。大体事情は分かりました。ふん。ところでカムロ町の探偵ってのは暇なのか。はい。ずいぶん動きが早かったじゃねえか。俺らが清涼高校に行った時にはもうあそこに出入りしてた。沢先生の懐に入り込んで待ち合わせまでしてたんだろ。あそこの高校には別件で行ってたんです。別件？なんだよ、どうした？双眼鏡をこっちに向けてた奴がいる。何？30前後の男3人、双眼鏡を持ってるのは黒いジャケット。俺の番号はさっきの名刺にあるんで。おい、矢上！待てよ！逃がすか？
待て。よお見事お見事で、そちらはなんで俺らを覗いてたって。冷やかしで死体の発見現場見に来ただけだそうです。本当ですよ。今あとの二人もここに来るように連絡取ってますんで。冷やかしの見物ね。まあ勝手に現場に入り込んじまうやつよりはマジか。あれ、それってもう水に流してくれたんじゃ。なんだどちらさん、なんで逃げた。なんでって、そりゃこの刑事さんが窓から飛び降りて走ってくるから、捕まったら面倒になると思って。刑事さんだってよ。じゃあだ名はジーパンだな。光栄です。身分証はお持ちですか。免許でよければ。赤池さんですか。お年は30歳。仕事は？会社員です。バイオ分野で企画管理を。バイオ分野？さっきいた後の二人も？いえ、あいつらは投資会社勤務と、もう一人は経営コンサル。高校の時の同級生なんですよ。住所は東京都内。今日はなんで横浜に？今度中華街で同窓会の幹事やるんで、それで店を下見に来たんです。中華街はこっちじゃないですよ。せっかく横浜まで来たから、ついでに話題の事件現場見に行こうってなって。つまり冷やかしだと。そうですよ。高校というのはどちらで。黒川学園、私立の東京の学校です。いや、こっちこっち。お連れの方も身分証をお願いできますか。ご協力ください。ナベさん。では皆さん、もうお帰りいただいて結構です。ご協力どうも。裏が取れた。結局冷やかしの仲良し同窓生たちだったわけだ。残念だったな。せっかく張り切って追いかけたのに。別に、うちはいつでもフルスイングがモットーなんだよ。見てて惚れ惚れするほどの空振りだったよ。でも俺の経験上、そういうやつは信用できる。城崎先生によろしくな。江原から話を聞けたら俺にも情報を頼むぞ。それって加減にしてくだされ。
いえ。なんと。え？おい。矢が短い。はい。感謝しておりますぞ。なあ。はあ。ん？はい。はあ、そうですとも。わかった。はい。
そうですとも。つまり。なるほど。もしもし。白崎です。矢上さん、今大丈夫ですか？ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って。ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ、連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。その時は矢上さんも同席してもらえますか？ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野君が明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました、少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった、矢上さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。まずは池袋駅から検証するつもりなので、矢上さんも明日そちらへお願いします。わかった、それじゃあ。八神さん、その看板ですね。事件前江原はそれにもたれかかっていた感じです。そうそう、そんな感じです。江原はそこに立って痴漢する相手を物色してました。このキャップにサングラスの男が江原です。
江原は結構長い時間このホームにいたんだって。ねえ、改札を通ったのが事件当日の午前7時43分でした。防犯カメラにも映っていますし、彼の交通系 IC カードにもその入場時刻が記録されています。その後このホームを1時間くらいうろつきながら女性を目で追ったりしてました。痴漢相手を探して1時間も。ええ、気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯カメラはあれか。そうですね。そして9時6分、江原はこの被害者女性に目をつけ、新宿駅に向かう電車に乗り込んでいったんです。ピンクのカーディガンの人、白いスカートの。そうです、間宮由衣さんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも2人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。胸クソ悪いな。多分抵抗しなさそうなおとなしい感じの女性を狙ったんでしょうね。頭にきますよ。犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップで6分。被害者はその間怖くて助けを求められなかったそうです。この映像俺のスマホにも送っといてくれる？ねえ。では次は新宿駅に行きましょう。この後向こうで痴漢が捕まる姿は痛快ですよ。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど。この電車は各駅停車。もうすぐ新宿駅です、八神さん。今はこの電車空いてるけど、事件が起きた時はもっと混んでたよな。ええ、普段あの時間帯の乗車率は 180% ですって。で、俺が今いる位置がだいたい江原の立ってた場所か。江原と被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも間宮さんの下着の成分が微物検査で採取されてます。で、被害者から逆に腕をつかまれた江原はすぐにその手を振りほどいて慌てて逃げ出しました。電車を降りた江原はホームをひた走ります。それを被害者の間宮さんが追いかけたんです。周りの人に応援を頼みながら。ああ、そこから先の映像はお茶の間に何度も流れてた。そうですね、ここまで証拠映像が揃ってると弁護の余地なんてないですよ。防犯映像はテレビで流されてた以外ありますね。ほら、今僕らにレンズを向けてるのだって
1台だけじゃないです。ワンサがあります。確かに。で、最終的に江原が取り押さえられたのは向こうにある階段の手前です。そうだ、ホームの見取り図がありますよ。事件の時、江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。この距離はだいたい100メートルです。江原も被害者も人をかき分けながら走っていました。現場は大混乱。江原が取り押さえられた後も安全確認のために20分ぐらい電車を動かせなかったんです。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる？ねえ、できますよ。じゃあ江原が捕まった地点に向かいがてらカメラの位置もチェックしていきましょうか。江原が取り押さえられたのはずっと向こうです。矢上さんは防犯カメラで奥の方で俯瞰図に書き入れていきますよ。これは カメラはこれで全部チェックできたと思います。駅ホームの ここに今防犯カメラの位置と怪しいな。これは何だ？怪しいな。江原が痴漢をしてた時の状況は大まかに言ってこんなところです。どうですか矢上さん、何か気がついて。江原も被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな？ええ、被害者は通勤に利用してるので平日はほぼ毎日。江原も通勤利用なんですが、犯行当日は休みで別居中の奥さんのところへ行く途中だったそうです。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て？その奥さんに会うのが億劫でなかなか電車に乗れなかったと。あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみた答えばかりなんです。痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠は全部有罪を示してました。結局裁判で無実を主張できる根拠は一つもなかったんです。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日息子の仇である御子柴が偉人町で殺されると知ってたんだ。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとってこの痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるところまで全部。ああ、結果としてその痴漢行為自体が御子柴殺しのアリバイになった。だからどれだけ大っぴらに殺しとの関与をほのめかしても最後には無関係だと言い張れる。なんかだんだん得体が知れなくなってきました。
江原はまず間違いなく三越場殺しの一味と関係してるよ。けどそこを口割らせんのは難しそうだな。あいつは多分この件に捨て身でかかってる。息子さんの復讐を果たすためにですか？ああ。共犯者たちは誰なんでしょう。江原はベテラン警官ですし、殺し屋なんかとつながりがあったりするんですかね。そういう連中を雇って息子の敵を撃ったとか。もし仮にそんなコネがあっても大金がかかるだろうな。江原にその当てはありそう。いいえ、学校を訴えた裁判費用でカツカツだったようです。そっか。もしもし、白崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが、明日構いませんか？場所は東京拘置所、源田事務所からタクシーで向かいます。分かった、明日だね。なら俺は一旦偉人町に戻るよ。何か向こうにやり残しが？うん、今回の件で江原が何したにせよ、動機はやっぱり4年前の息子の自殺だ。その時本当に三越場のいじめがあったのかはっきりさせたい。で、それを聞くべき相手は偉人町に心当たりがあるんだ。わかりました。ではそちらは八神さんにお任せします。うん、それじゃあ明日。